本日はですね、雨が降りしきる中、寒い中ですね、このインタビュー新聞に IR 講演会です。IR 講演会、聞こえてないんですけどね、IR 講演会、ご来場くださいまして、誠にありがとうございます。これからですね、4時間ぐらい、動画見通しですね。私はこの講演を依頼されたときにですね、もうこのポイントはアメリカだと。決めたわけですけれども、皆さんご存知のようにトランプ大統領のですね、更衣室での会話がですね、話題となりましたね、まあ、女性で素敵なやつだみたいな話になりましたね。どうもなんか実はアメリカ大統領はヒラリー・クリントンに生まれそうだ。私はですね、個人的にはですよ、トランプさんに大統領になってもらえたら世の中をですね、ひっくり返してもらいたい。ヒラリーではオバマ政権の、まあ、継続ですから、まあ、基本的には何も変わらない、まあ、トランプリスクは避けられた、ニューヨークダウの暴落はない、まあ、結論が見えてきて、まあ、アメリカのテレビ討論会、まあ、19日にラスベガスですね、まあ、行われる、まあ、予定なんですね。今のところアメリカの世論調査ではトランプとクリントンのですね、支持率の差はですね、まあ、5% 以上広がりましたから、政権層ではヒラリーが次の大統領に決まったと、こういうことになるわけです。まあ、アメリカ株をお持ちの方はですね、満州政権と合流だと、こういうことになる。為替もですね、株価もですね、まあ、大きな変動は、まあ、その意味ではですね、まあ、アメリカの大統領選挙という意味ではメーカーメーカーくれてあげる。私はこのトランプのキャッチフレーズにですね、まあ、アメリカ人じゃないんですけど、かっこいいなと、メーカーメーカージャパンアゲンみたいなですね、ことを言う日本の政治家は、まあ、いませんのでね、まあ、そういう意味ではですね、非常にまあ個人的にはまあ、現状残念でございますが、トランプリスクが遠のいたという意味で、合わせもですね、まあ、円高ドル安に触れる、アメリカの製造業を回復させるというのがトランプの一つのですね、主張でしたから、そのためにはドル安だ、ね、短期為替方針をドイツの前、まあ、ドイツのですね、あるいは韓国、中国、日本、まあ、最近の為替報告書でスイスもですね、アメリカの貿易収支の大会不均等だと、まあ、名指しで批判していた、それをトランプさんがですね、まあ、皆さんよかったと思うか、まあ、空売りを仕掛けている人はですね、ちょっと残念というような局面ですがと、まあ、日経平均株価、今年の大発会の終わりにはいくらでしたっけ、発会ですね。私は1月にですね、某新聞にこう書いてるんです。大発会が陰線になれば、まあ、どうするかしならないですね。1月の月足は陰線になる。1月の月足が陰線になれば、16年の年足は陰線になる。というのを1月にある新聞に書きました。まあ、読んだ方は、まあ、いないのかな、まあ、いないかもしれんな。まあ、トブロイド紙というか、日刊現代ですのでね。私は毎週書いてるんです。毎週書いてる。これからお話しする話も詳しく知りたい人は、日刊現代読んだら、あるいはですね、まあ、株主手帳、あるいは投資手帳、あるいは東洋経済ウィークリー、これを読んでもらいたい。そこにも書いてます。月刊誌ですけどね、こちらの方は。さて、今年の大発会のですね、初めね、18,818円、どうですか、今から18,800円まで戻るか。もう2000円だよ。あともう11月12日しかないよ。私の予測通りなんだよ。と、これだけで言いたい。でもですね、俺が1月にそんなこと書いてたんで、いちいち検証する人がですね、まあ、少ないので、ね、ちょっと少ないと思うんです。年足っていうのは、去年まで何年間続けて陽線ですか ?4 年連続ですよ。89年以後の日経平均株価の推移を見ますとね、
5年目は必ず年足は陰線になるんです。16年というのは5年目なんです。で、陰線というのは1年では終わらないんです。ということは来年の日経平均株価あるいはトピックスも陰線になるんです。これがテクニカルから見たですね、私の日経平均株価あるいはトピックスの見方です。だから相場全体に対しては強気ではないんです。逃げるが勝ちの相場なんです。まあ、この中でデイトレーダー、まあ、大体高齢者が多いんでですね、デイトレーダーいないと思うんですけど、ね、こんなにクリップ私もですね、デイトレーダーの真似事みたいのやってますけどね、なかなか集中力が続かない。やっぱし20代だったなと。今日ここでですね、紹介された会社共通項は何ですか。2社の共通項は e コマースですよ、 IT ですよ、ビッグデータですよ。それは成長企業の共通項なんです。今日の講演会聞いて何買えばいいんだったら今日の2社買えばいいわけです自信があるからここへ出てきてるわけですよね、2社とも業務的に、まあ、これから決算発表する会社、まあ、続々とですね、まあ、28日、30日、11月と、もう私もですね、上場企業今何社あるかってもう3000社以上ありますからね、まあ、こんな仕事してるんですけれども、もう決算追い切れないわけですよもう1日400も出てきたらですね、どこがもうどうなってんやと、まあ、正直な話ね、いろんなことを喋っている人が世の中にはいっぱいいますけどね、まあ、関連数社もですね、これは私もその所得対象みたいな能力があったら、まあ、できたんですけど、まあ、未だにこれこう立てて話してるってことはそういう能力がなかったっていうサインだということで、全般相場は強みじゃないで、外資系証券のですね、コールオプション、プットオプション、あるいは先物フューチャーのですね、残高不明債、これ皆さんもご覧になっている方がいるかと思いますけど、例えばゴールドマンとかですね、クレディ・スイス、まあ、そんなこの手口を見ていますとね、日経平均は先物オプションを買い立てて同時期にトピックスを売り立てる、こういうことをやってるんですよ。外資系証券のファンドマネージャーも先行きは分かんないわけです。日経平均を売り立てたら逆にトピックスは買い立ててるんですよ。まあ、あの新聞等でですね、最低端等を調べればですね、よく分かると思います。それはあの野村もですね、同じような感じです。片方にですね、手口は偏らない、要するにどっちに行くかプロも分からないというのがですね、足元の状況だと。まあ、コールオプションとトオプションの大商いの価格帯、コールオプションは16,750円、ここに大商いになっているわけです。プットオプションは16,875円、ここは大商いになっているわけです。ただこの両方の間の価格帯に日経平均は基本的に動く、レンジは狭い、儲からない、大型株、小型株というのは今日の世代は2社のことでしょう、ね。まあ、チャートもお手元の資料の中にね、印刷されていますね、まあ、まさに買い場とは言いにくい株価率かも、まあ、知れませんけど、それは別の企業ですからね、一直線に上がる時もあれば安値も相場する時もある。2000年の8月16年前、皆様も若かったはずだ、私も若かった、まだサラリーマンで投資情報部長やっていた某証券会社で、孫正義、ソフトバンク、 IT バブル相場ね、4000円の株価が20万円だ、ソフトバンク、まあ、他にもね、IT 企業4銘柄、ソニー、トレンドマイクロ、光通信、こういう相場、皆さん覚えていらっしゃる方は、今の相場でも勝つことができる。あの IT バブル相場の末期というのはですね、ものすごい暴落なんです。あるいはあるいはという間にですね、1万円もか、今の水準、16年前も日経平均株価は1万6000円から1万7000円なんです。今の水準と同じなんです。いや、長期投資が儲かると評論家がいるけどね、嘘つくんじゃないよと
16年持ってても何も変わってないんだよと、日経平均は。まあ、その中でソフトバンクは営業利益は83億円でした。2000年3月期、今は16年3月期は1兆円だよ。83億から1兆円にしたのは孫正義。私も個人的に何回かお会いしたことありますけれども、その孫正義氏がですね、製造分野というふうに20年も前から位置づけているのが IT なんです。孫正義は自動車部品会社を買収しましたか？電子部品とか、建設株とか、何も彼はそんなものは買収してないんだよ。どこかのビルっていうのは30年も前から目利きには分かってた。だから IT に投資し、今回皆さん新聞報道でサウジアラビアのムハンマド副皇太子と10兆円投資ファンド設立すると、10兆円ですよ。投資する分野はどこかと、IT だ。アンホールディングスを3兆円で買収しましたね。その投資ファンドに4兆円で買ってもらったら1兆円丸儲けだ。ソフトバンクは頭が切れるね。ねえ、サウジアラビアの大都合巻き込むなんてゲートどこの誰ができる。私は驚きました。株を買った時も驚きましたけどね、名刺書があったというのも驚いた。一企業家にね、EU 離脱の忙しい最中にですね、一新企業家に名刺書が会談したと。今度はサウジアラビアだというように IT、e コマース、皆様が20代の時はですね、そんなものはなかったんですよ。でしょ、ね、インターネットの高速外来じゃなかったんですよ。だから私も、ああ、今生まれてるやなと、億万長者になれたらいいなと、ダメだと、電話の時代だと、遅くに実したと。2000年の IT バブル崩壊の4つの原因、当時の新聞を読んでみましたらね、4つの意だと、そう書いてあったんです。バブル崩壊、ユーロ、いいからスペラスマンですよ、英語わかんない人のために今言ったんですけど、エネルギー、エナジーですね、いい、それにアーニングです、これ利益で、最後にエレクション、選挙、これがですね、 IT バブル相場崩壊の4つの原因なんです。まあ、当時の新聞報道以外ですけどね、今と同じなんだ。ユーロ危機だよ。イギリスは抜けるんだ、ね、メルケルもサルコジも来年の大統領選挙で敗れるかもしれんと、もう難民の嵐だと。ヨーロッパは道を歩けば難民に当たるんだ。ちょっとそれは大げさかもしれない。まあ、難民に対して私は偏見ありませんよ、誤解のないように言うと言いますが、ただそのような未だかつてないユーロの危機なんだ。エネルギー、原油相場だよ。よく上がったっていうか戻したっていう、11月30日今月末にまた再び非公式的な集まりを産油国と非産油国でやるらしい。しかし減産合意というのがですね、先月流れたわけですが、具体的な各国の減産割り当ては11月30日のOPEC総会で、まあ、決まると一応報道されていると。で、原油が戻せば株価は上がる。不思議ですよね。オイルショックの時はですね、原油が上がれば株価下がったのにですね、今では原油が上がれば株が上がるんですよ。なんでと、私頭悪いんでですね、なんでと、日本は原油安メリットじゃないとね、もうガソリンスタンド行ってレギュラー、まあ、私ちょっと外車乗ってないんでですね、買い置きです、まあ、レギュラー入れるわけですけど、もう90円台で入れてたのがですね、もう100円台だと、参ったなと、もう原油安なくてよと。じゃ株式市場は原油高を望んでる。しかし、アメリカのシェールオイルの1ユーロ当たりの採算ラインというのは何ドルですか？30ドルから70ドルバレルね。で、50ドルを上回ってくると、
蔡さんのシェールオイルは一気に採算ラインに乗ってくると。アメリカのシェールオイル業者が大増産に入る。だから資源株は売りなんだ、ね、今ちょこっと上がったとか新聞に読んでね、おお、三菱商事、三菱商事、では伊藤忠太なんて意外に言ってくれよと。私はそんなものは全部売ってしまいました。高いところでね、私は利益確定でしかしないんです。損したことがない。なんで損してるものは売らないから極めて単純内容のいい会社しか持ってないから、内容のいい会社しか潰れない。株価は常に波動がある。波動のない株価はない。だからエネルギーも原油市況もですね、わからないんです。これだけ世界先進国の中央銀行が金をジャブ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 流しても国際商品市況は上がらないんだよ。まあ原油に限られたけどね、異常事態だよ。株価もこれだけ日銀がバン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 株買ってもですね、まあ ETF ね、上がらないんだよ。マイナス金利、皆さんの預金なんかもマイナスなんだよ。国民は怒らないんだよ、日本人は静かだからね、まあ、マイナスかと。ふざけんじゃないと、銀行に取り付けに行ってくれよと。でも誰も行かない。甘んじてゼロ金利を享受している日本の預金者。私は銀行預金は持ってない。例えばね、まあ、無駄だと。株式買取回りが高いものがいっぱいある。なぜ銀行に預けなくちゃいけない。まあ、あの公共料金引き取りですから、まあ、最低限はありますそれに利益、プロフィット、アーニングサプライズってですね、ああ情報修正かと。日銀がインデックス ETF を買うからですね、下方修正でも株価上がってたの。インデックス225買いでね、こんな決算悪じゃないと思ったのがですね、日銀が ETF 買った翌日株価上がっちゃってるのは確認するわけです。なんでと。業績が悪かろうがよかろうが日銘が買っちゃうから、225採用銘柄はですね、投資の区別がつかない。業績がいいのを買ったつもりがそれは上がらなくて、悪い方が品薄でよく上がる。科学株が上がった日経新聞がですね、株価どうだこうだって書いたけどね、まあ日本経済新聞の友達もいるんで考えたくないが、わけ上がったから決まってるじゃないと。科学株は流動性がないんだよ、不動株が。そこにインデックスがガッと買いに行くんだよ、上がるに決まってるじゃん。ね。だから何でも上がった品薄株が、私は品薄株ガンガンと買うかなと思ったけど、やっぱりファンダメンタルズも見たらですね、17年3月期減収減益、もう11月にもそういう決算が日経新聞に書かれるのをですね、なんで変えようかと。だから今日のこの日の一人の講演会は難しいんですよ。まあ、下方修正一発で言われて、ね、日銀が買ってくれるかみたいな、インデックスでね。いや、インデックス採用されてないのはどうなんだ。まあ、トピックス型の上と10月1日から、ね、買付金額の3分の2はトピックス型のインデックス ETF を買いますよと。225型はもうファーストリテイリングの人が株主だからね、実質的なと。買えないんだよ、これ以上、225型を。大株主になっちゃう、10% 保有比率、株主総会招集だと。ね、経営者に対する交代要求もできるまで上がっていっちゃう、どんどんと。もう国家社会主義だ。だから、225型から特殊型に切り替えたんだと私はこう踏んだわけです。3兆円、6兆円を倍増したけどね、全然買ってこないのも、皆さんもお気づきかと思いますけども、買ってないんだよ、日銀は。10月に入って、日営業日以外。あの人材設備投資型というのは、毎日12億円ずつ、まあ、買ってるんですけどね、インデックス ETF は買っていません。もう目いっぱい株主相場で上位したと思う。まあ、黒田総裁が株主相場出席してもいいんですよ。しかし、それによって、株価が下支えされている。2000年の IT バブル崩壊の相場の時はですね、日銀は買い、要するに買わなかった。だから株価は暴落していった。今回の私の読みだったら暴落していいはずなんです。
させないのは日銀なの。まあいい悪いは別にしますよね。だから私は買えない。株っていうのは安い時に買うと、まあ、基本的にはですね、もちろん高い時に買って、今日の新高値銘柄を翌日買い注文行くと、これ一つの方法ですよね。デイトレ的な新高値っていうのは1日では割らないと、2日3日と続けて上がっていくと。だ最初に新高値に切り替えたものを翌日の寄り付きで買って翌々日売ると、まあ、これデイトレーダー的な発想なんでしょう。理屈はいらないんです。高値をつけた、それだけです。その日に買って翌日売ればいい。それでですね、若いデイトレーダーは100万円の元手を200億円にしたわけです。7年間で。私は真似ができない。運動神経も良くない。指が備えて動かない。テレビがない。エレクションと、なんか日本の解散風ですか、ね、え、昨日は新潟県知事選で与党系が敗れた。今度はマルド、東京10区と福岡6区か。この形成次第では来年1月解散総選挙だと。アベノミクスかねとはならないかもしれない。まあ、あの選挙はアメリカの大統領選挙ね、11月8日、まあ、これはもう今の報道等を集約したらトランプに勝ち目ないんですけど、まあ、ウソらしい的なね、まあ、なんかで、まあ、ヒラリーが討論会場、テレビで討論会場を取れたらね、うん、バスに乗り込むとでしょ、こんなになったら。それ討論会でさ、こんな風になったら、これ大丈夫かと。一気に変わるわけですから、それなんとも言わないけどね。まあ、そういうエレクションというですね、いわゆる良すぎ風情、一つの要因。この4つがですね、2000年の8月、7月、IT バブルの崩壊直前の時期と同じ環境なんです。ただ日本株崩れないのは日銀が介入と。と私らが考えています。だって、今年度に入って大手政府損保信託の新年度運用方針、皆さんも覚えてらっしゃいますでしょう。日本株を増やすといった国内担当者はどこにもいないんだよ。違っていこうと、新年度入りで運用方針新聞載ってますね。日本株増えと上げますったところは一つもない。上げたのは GPIF 公的に資金だけだね。皆さんの年金で笑っちゃいけないんだ。公的資金だけは日本株増えと上げて、まあアベノミクスだからね、政府と一体ですから。民間の基幹投資家はどこも上げてないんです。株上がると思ってないんです、日本株。だからこの小型株がいいわけですよ。基幹投資家は時価総額1000億円以下なんか買わないんだから、流動性がなくて、またはもちろん独特の資金量が大きいからね。10兆円ファンドをソフトバンクで作るたってね、時価総額が100億200億の会社投資するわけないですよね。時価総額が何兆円の会社にしかあのファンドは投資しないんで、夫がでかすぎるんだ。それも IT 分野、 e コマース、 B2B、 分かりますか、この B2B という意味が。え、分かる。 B2C、 私は最初分からないんだけど、何やと 2B とかとビジネスとビジネスですから、インターネットインフラ、高速光回線の普及のおかげで、今日ご案内あったような2つの会社が起業できたんだ。テラスレース、まあ、ナスダックジャパンに公開してきたわけです。あと16年後、みんなこの世にいましょう。私たちの言ってるのは、その時は、中西さんが確か16年前ここでですね、あの、e コマースの会社がいいと言ってたなと。まあ、大変なソフトバンクというかどうかもあるとします。FOMC、アメリカは12月に利上げするらしい。利上げすれば、どのアメリカの金融局面もそうですが、ニューヨークダウは下落します。一時的にね。私はそこは会話だと思ってるわけですよ。まあ、トランプが敗れるとしないようなことになってね。株を安い時に買うと。これ大型株の話です。インデックス、メガバンク。足元の景気実勢を見たら、
弱気だって私話しましたが、直近の日銀短観や景気ウォッチャー調査や機械受注、みんな悪いんですよ。何よくないんですよ。日銀はなんかデフレ脱却の目標なんかなすなすね、もうお手上げだと、 2% なんないと、黒田総裁の就任期間中だと、任期中だと、そう日経が書いてましたね。私なんかも3年も前からあの人が総裁になった時からですね、不利に決まっていると、まあ、考えていたら、人為的にインフレを起こそうなんていうのはですね、これ黒田さんが収録見てるとまずいな天に翼つくようなもんだよ。人為的にインフレを起こしたい、 J リートを買いまくる、不動産投資、日経インデックス株価を上げたい、不動産価格を上げたいと、地価と株価が上がればインフレが起きるだろう、過剰流動性をバンバン与えると、しかし土地転がしは起きない私の住んでいる住宅の価格も一向に上がらない地価上がらない、まあ、都心3区に住んでたら上がったんですけどね、そうじゃない、まあ、こういう情勢の中で年末高なんていう人がいたらですね、私はその人の見識を疑います。なんでと、逆でしょうと。だから大型株はですね、逆張りがいい。決算発表だって為替次第ですからね、今103円104円がね、仮にヒラリーもですね、ドナルド・トランプに並んでですね、アメリカの製造業を回復させるって一言言った途端にドル安円高だ、100円割っちゃう。トヨタも、もう広島カープが優勝だ、マツダも売られる可能性も、でそういう動きに敏感なのが大型株なんです、ね、輸出優良株というのは大型株で、今日お話に来られた会社というのは e コマース、e ビジネスの会社というのは内需型なんです、基本的にですよ。為替がどうなろうが、まあ、それ円高給与が来てくれるとは言いませんけれどもね、まあ、関係ないです、まあ、日本銀行これからですね、未消化の ETF の購入額がまだ2兆7000億円計算上はあります。9月末現在で2兆7000億円、毎月1兆円 ETF 買えるんだよ、冒頭ですよ、このまま本当にそう買ったらね、日経銀行が。だから10月に入ってから毎日日銀の動きを私はチェックしてたんです。これでもし毎日買い始めたらですね、私の年末安シナリオは黒田日銀によって破れたと、ね、前日 ETF がもう733億円ずつ ETF 買い始めたらですね、 ETF が復活しますから、運用会社が証券会社に頼んで225銘柄を市場から買い集めるんですね。 ETF 作らなくちゃいけない、日銀に売るための。毎日証券会社がですね、運用会社の専門に従ってですね、市場から225銘柄買い集めていったらですね、が上がりますと思います。まあまあ、この4つのいい、ユーロ、エネルギー、それからアーリング、利益、決算ですね。日銀短観も日経新聞の集計でも、全産業ベースの17年3月期は減収、減益なんです。日銀短観出るたんびにですね、減収、減益幅は拡大してるんです。アーニングもそんなに期待できない。ゲームね。で、選挙も、アメリカもそうですけれどもね、日本もまあどうなることやらみたいな感じになってる。まあ、個別株だと。JR 九州買う人、25日上場の JR 九州、もしも誰も買わない。ああ、それも JR 九州の IPO も、まずいことになりそうだね。私はこの JR 九州が上場するまではですね、政府日銀は歌舞伎市場は壊さない、許さない、みんな払い込むわけですから、ね、JR 九州、ね、別にそれが投資金というか、設備投資金というか、何もない、まあ、とにかく JR 九州上場は当大手証券の市場命題と、ね、もうクズみたいな株は全部売ってと、だから JR 東日本入りの JR 九州買いだ、電鉄株持ってる人は要注意。
まあその株主優待はいいんだけどね。その JR 九州が一つの、まあ、市場の運動形態。このところ新総会開票銘柄は公募価格割ですね。今日テレビ見てないけどマーキュリーもタダを見てたら公募価格割ってたね。野村証券の個人投資家サーベイ10月調査見ておりましたからね、野村のお客さんこの中に今いらっしゃると思いますけれども、3ヶ月後の株価見通し上がると思うという回答が下がると思う回答に3ヶ月ぶりに上回りましたと。8月3日調査で、どのくらい上がるのかといったらですね、1000円ぐらい。野村個人投資家企業監視するサーベイ1000円ぐらいってことは、今から1000円ぐらい、1万7700円ぐらいのイメージを、3ヶ月後ってことは、2017年1月頃にと。まあそうかなって感じですけれどもね。相場の柱がですね、今年の各大手証券の相場のテーマ知ってます？東京オリンピック。これはなんかもういっぱいなケチがついてきましたね。もうエンブレムに新国立競技場で割るのかと思ったらですね、築地の移転がどうだこうだ、ボートレースがだらだらだ。もう東京オリンピックをテーマに挙げれるというのは難しいなと。TPP、今年の新春講演会の各社のテーマ。これもなんかアメリカがどうも議会が承認しないみたいだねと。ね、まあ大統領は誰になろうが議会が承認しないと。これももうテーマじゃないんです。訪日客の爆買い、これも年初のテーマでしたね。爆買い、今何爆買いが怪しいと。百貨店も観光業だと、ね、物の消費から事の消費にどうも中国人観光客は変わったらしい。だから訪日爆買いのテーマにならない。何があるテーマか、相場の幹になるような。私は先々週共同通信に記者に、まあ、あの上司に私の相談見通しが先週のだと思いますけどね、先週の収支テーマがなければ相場上がらない、そう書いてる。テーマがなければ相場上がらない。 IoT とか AI とか自動運転とかさありますけどね、銘柄が限られちゃうんですよ。もう富士通かと、日立かと、NEC かと、で、負け中の方の銘柄かと。もう富士通も東芝じゃないけどね、もう総合電機は生息区域でしょう。それがコアの銘柄で IoT って抱えるにはですね、無理だと個人的には思うわけです。まあ安ければ買いますけどね、まあ、東芝も勝手に上がったなと。安い時にと、特設管理銘柄になった時にと。となりますと、まあ、クリッキャー、アンドリーバーやラクーンのようなですね、いいビジネス、時代がどう変わろうが、政権がどうなろうが、技術革新の潮流は変えられない。で、我が国もこの分野が伸びることなくして成長経済を維持するということはありえない。いや、スマホ持ってる？スマホ、スマホ持ってねえのか。まあデートレーじゃないから仕方ないか。ね、私の先輩なんかのデートレーダー、まあちょっと高齢者ですけれどもね、デートレーダーに近いんでいつもこうスマホを持ち歩いてですね、その先輩と一緒にあの食事に行ってもですね、いつもスマホ見てるからですね、私は不愉快になるわけですよ。ね、まあ株がバカ気にしやがってと。中毒かと。となりますと、物色は森よりも木っていう話になるわけです。森はよくわからないと。もう迷子になっちゃう。出てくれないと。木だと。個別物色だと。年末の相場の柱と、グロースとバリューと。グロース株投資、成長株投資と、バリュー株、バリアス株投資と。この二頭立てで考えたいと。リスクを取りたくない方はバリュー、バリアス株、
私は割安株って観点から考えたのは、配当利回りが高い銘柄だ。レコード4745の東京都立指導学院、4.7% だ。まあ、JR 九州に絡む日本郵政3グループ、公募が割り込んでると。ゆうちょ銀行、4.1% だ。これは配当利回りの話ですよ。先週末の割りベースね。それにオートバックセブン、自動車のオートバックセブン、これ 4%。 気象庁の3ヶ月予報を見ました？3ヶ月予報、9月に末に、予定に発表された。今年の北日本は雪が多いらしい。ということは、スノータイヤだ。まあ、王道はブリヂストン買いに行くんだよ。ブリヂストン後輩と言い前ですから。しかしと、ブリヂストンが22534銘柄だなと。下値は硬いけれども、買わせ次第か。ということで、時価総額の小さい、225に採用されていないオートバックス。これはね、配当利回りが非常にこの東京都立指導学院、4745-9832のオートバックスセブン、さらに7182のユーチョ、これがですね、バリュー株として私が考えていくわけです。もちろんこれだけじゃないんですけどね、バリュー株上げたらですね、前の話いろいろ喋ったら大日本印刷も安いなと、ニプロもいいなと、あれはベネッセもいいなと、まあそう思ったわけですけどね。いや、小型だろうと。最近なんか証券会社等のレポートを読んでると、中小型株、中小型株ってのが目立ってきましたね。ああ、彼らもようやく小型株上がらないというのが気がついたのかと、またそういう目で見てるわけですけどね。それがバリュー株投資だと。グロース株っていうのは、IT、インターネット通信物、IoT。安倍首相もですね、第4次産業革命だと、まあそんなことをおっしゃってますけれども、この線からいきますと、まあ今日の2社も含めまして、2389のオフと、まあ、ネット広告ですね、まあ、広告モデル、ちょっと若干かぶるところが、月間リバーとありましたけど、これは伸びると、もうスマホ開いても、パソコンのネット開いてもですね、見たくもないのに広告だらけ。無視するのが大変な、疲れちゃう、まあ、もういいよ、もうあなたがこの株を買えば儲かるって話がですね、私のクリックした履歴を、超常連創業アフリエイト広告の会社が調べてましてね、ああ、中西っていうのは株に興味があるみたいだなと。ですから、わけのわからない投資顧問会社のですね、広告がバン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 と出てくるんですね、いいっていうぐらい。でも、それだけその分野が伸びていく。まあ、かようてはサイバーエージェントって書いてあるんですけどね、オプトは、私は面白い。すでに業績は今期見通し、この会社は12月決算ですけれども、7月に通期を情報修正してます。これ、モノタロウ。3064。モモタロウじゃないよ。モノタロウ。これは B2B ですよ。ね、時代、工具等のですね、B2B、インターネット上で間接資材を売買する、e コマースの会社、ものすごい伸びだ。この創業者はなんと、ビッシーグループの社長にヘッドハンティングされましたね。ビッシーグループ、日本最大の除雪機メーカーの、そんなモノタロウなんてね、こんな小さな会社の社長がですね、今、リッシーの社長やってるんです。まあ、モノタロウの会長になりました。すごい会社です。3064。電算システム。3630。フィンテック関連、ファイナンス&テクノロジー、フィンテック。今日は電子決済の話されてましたね、ラクーンが。e コマース、電子決済、売り買い金代行回収。いや、e コマース、フィンテックですね。こういう金融テクノロジーのインフラのプラットフォームがなければ、あのビジネスモデルは成立しない。ね、未だに割引手形持っててですね、支払い手形持っててですね、銀行で割引いてもらってみたいなことを、やらなきゃいけないのか、もうそんな人ないの。電子商取引で終わっちゃうんです。それに8771のこの会社、e ギャランティー、これも利害金債務保証の会社、まあ伊藤忠の系列みたいなところありますけどね、 e ギャランティー、 e
ギャランティーだと。うまい三味の仕方してくれじゃんか。私はこれがですね、インテックあるいは IT で、私は今注目してます。今、いろんな銘柄喋ってますけれども、すべて逆張りです。順張りの銘柄は基本的にありません。というのは、相場崩れるというふうに考えているんですね。順張りはリスクがある。あのデイトレーダーの方は別ですよ、新高値だけをね。今日買った人いる人は別ですけどね。中長期を言うで、今高値をつけているような銘柄をですね、もうチャートがこんなになっている銘柄をですね、買いに行くのがリスクが大きい。一億総価値社会、皆さんも年齢に関係なく一億総価値。私はあの新聞記事を昨年の6月ですか、アベノミクス第2ステージ突入ということでですね、新成長戦略、自民党総裁再選と、まだ働かなくちゃいかんのかと、もう死ぬほど働いたでと、証言会社、朝早くて夜遅いですんでね、もう毎日睡眠時間4時間、5時間で20年間やりました、ね、日も休まず、もういいよと。ワークバランスだと、スローライフと、だからデイトレに向いてないんです。しかし政府のキャッチフレーズは1億総価値や介護、福祉、保育、 JP ホールディングス2749です。日本最大手の保育所分岐、政府が保育所の賃金を上げさせる、あるいは都心部で保育所を開設しやすいように規制緩和する国策に乗っている銘柄だ。 JP ホールディングス274ですね。それとですね、国策に乗ると一億総価値、みんな耳が遠くないでしょう。私は地声がでかいからね、いいんですけど、ご長期の会じゃない、これは隠れた政党さんや、まあ、あなたことは言います。ビヨン6823、これじゃない、まあ、海洋関連とかね、まあ、いろいろあるわけですけども、株価のチャートを見てたらですね、安値はもちろんそこじゃないですよ。そこを買える人なんていうのは、まあ、中にはいるかもしれません。俺は少しか買ったことないんだよ、中西さんと、ね、しかし2番のことあったよと。私もそこを常に狙ってるわけですけど、難しいですね。大男を買ったと思ったらですね、2番のことがあったんですね。下げ相場で、ね、売った途端に上がったりとかね。あれってもっと持ってりゃよかったと。もうやっとそういうことを経験しましたね、退職して以来。建設技術研究所9621、これもこれからですね、地盤調査のやり直しやと、築地豊洲は。こんなことが日本中に広まっている。本当にもう呆れて、あれですね、トヨスの問題もね、前日報じられて、もうボート上か、まあ、これからいろいろ実施されないやかんやという時に、建設コンサルタント専業の大手、一級技術建築士が非常に多く、まあ、解析している建設技術研究所、やらしいと思いますね。まあ、株価の見方によっては、これは大男じゃない、私が喋ってるのは別に大男だからという意味じゃないんですけど、この意見だと自分が考えていくからである。でこれから決算発表でラクーンも通期もね、これの会社は4月決算ですけども、結果のレバーこの会社3月決算 でこれから中間期のあるいは第3四半期累計決算を発表して、それで株価が追いついていくなわけですけども、先ほど言ったモノタロウも2桁同州同益本気予想、あるいは電子決済では GMO
ペイメントゲートウェイ3769ですね。この会社も 26% 増収、25% 増益と、もう世の中どこかでと。私は GMO インターネット証券、あ、特別的な銘柄ちょっと横に落ちてきました。 GMO ペイメントゲートウェイ、これも電子決済の会社です。 e ギャランティーとちょっと分野が若干異なるか、要は e コマース、B2B ビジネス、3779ですね。でそれに先ほどこの後輩通り前で、まあ、ご案内しましたが、この東京国立指導学院も現時点では過去最高益を今期更新する模様だと。これは2月決算の会社です。で今言ったような会社が10月の28日から11月の14日までの間に決算発表します。もうまあ、為替見通しをどう見るかっていう不安がある銘柄は避けた、ね、100円はさ割らないか割るか誰にも分かりませんけれどもね。そんなことになりましたらですね、もっと安いとき買える、トヨタもあるいはソニーももっと安い値段で買える。で今喋った銘柄、皆さん明日例えば注文するときには今日株価が暴騰していた場合にはですよ、打診台だ、200回のところを確認しておいてください。そういう、まあ、地合いがある。個別株、なおかつ成長分野、なおかつ為替リスクが少ない、なおかつ基本的には日経平均非採用銘柄である。日銀日経平均型はですね、ETF はそう買ってくれませんから、ね、これ以上大株主になれない。だからトピックスがあると。ですから、今言った銘柄は全て東証一部上場企業なんです。ここには、新興市場銘柄は、二部銘柄はありません。もちろん、二部新興銘柄がいるんじゃないんですよ。それはもう毎日のように株が動いてますから、こういうセミナーで話すのはですね、もっと短期売買とか、そういう局面でお話ししたいと、まあ、思います。今日のところはですね、まあ、私はトピックス型に下値安心感がある、まあ、日銀入ってくれんだ、少なくとも来年も6兆円買うかもしれない、ね、やめると一言言ったらどういうことが起きますか。日銀もう ETF 買いませんって一言黒田さんが言ったら何が起こる。暴落だよ。もう引くに引けないんだよ日銀は。もう出口戦略一言言っただけで暴落したんだよ。だから私は失敗だったと、まあ、個人的には思ってるんですけどね。いやまだマイナス金利深掘りする余地がある、まだ ETF 買えるって豪語してるからさ。じゃあ出口どうやって考えるんだ。出口戦略いつ取るんだと。長期大型株の長期保有は危険です。日銀がインデックスを買わない出口戦略と言った途端に大型株は暴落だ。その時買えばいいんだ。ということで、まあ、話を聞いておりますと、テクニカルのチャート、大発会は陰線だった。1月の月足は陰線だった。ただ、年足は陰線なんじゃないか。ということは、1万7600円以上には上がりにくいんだ。4年連続、陽線だった。日経平均もトピックス。5年連続は考えにくい。だから今年陰線になる。ということは来年も陰線になる確率がある。4つのリーダーというのは危ない。エネルギーは先が見えない。原因ね、プロフィット下方修正が出るんじゃない。それにエレクション選挙は分からない。もう片目はもうなんか危ないねと、どこに落とし穴があるかわからねえと。これがですね、2000年の IT バブル崩壊の末期の局面とそっくりなんです。まあ、あの図書館に行って2000年ぐらいの新聞が出社とかあったんですね。ああ、中西さんに言ってる通りだなと。で、アメリカはいつ利上げするのかわからない。12月なのか、来年なのか、ということは為替も
だから森じゃなくて木、個別銘柄で成長余力の高いところ。ということはグロース系は IT 化け、バリュー系は後輩取り前で、銘柄は今喋ったものが私的にはですよ、まあ、経線の見方いろいろあります。私的にはこれは安い局面にある、だから買いだ、まあ、そんなところで時間が参りましたので、私の話はここで終了です。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。